どうも皆さん、ピクです。今日はですね、実写版クソゲー PRRPG っていうゲームをやっていこうと思います。まあ、最近ね、僕の中でちょっと流行ってる実写版のゲームをやっていくんですけど、まあ、もう見た目からね、このマスク、サングラス、この唐揚げくんの鳥かぶってる時点でもうおかしいんでもらえてくるんですけど最近実写ゲームにハマってまして、まあ、こういうクソゲーでなんかシュールな笑いのゲームがちょっと最近ハマってるんでね、遊んでいこうと思います。じゃあ、ニューゲーム。ピーって、これもピーって、これもその変な音なってんの、俺。これ全部打てへんな、これ。俺せちびって何、うん、音、嫌な音出すな。嫌な音を出すな。でも決定でいいよ。ピーって。ピーの音やめろ。美しい城。俺が王だ。何の用だ、うるさいな。ちょっとうるさいかと BGM 下げますと。俺が王だと。何の用だ、勇者。あ、こっち主人公王主が勇者ってことか。まあ、RPG か、そうか。はい、こんにちは、と。はい、お前が王勇者だ。何の用とは何だ、王よ。うん。全体的に声が低いんよ。ねえ、こもってるんよ。王、そうだ。実は、近所に魔王が引っ越してきてな。あ、王様こっちね、右側のマスクじゃない方ね、白いあの布かぶってる方ね、引っ越してきたぞ王様、あの魔王が。目障りだからトリマー始末してくれ。トリマーって言うな、トリマーは言うな。ちょっと待って、これさ、サンキュー。あ、待てボタン、ボタン、ああ、ミスター、オプションで音変えようと思う。サンキューって言うな。いや、ウェルカムで全部カタカナじゃ、ひらがなするな。効果音 SE 変な音出すな。この上ないフィールドだ。うん、どこ？これめちゃくちゃ田舎。で、これ真ん中のこれ何？な、真ん中のこれ、地図？で、右にいるな。まあ、綺麗なところやな。おい、SE がおかしいんよ。上に入りまっちゅうじゃおかしいな。子供か。赤ちゃんってことこれ。ちょっと。あ、これもう、一応実写と、まあ、あの素材というか城の素材と今後の村のあれかな素材で、で左が多分森に入る的な、もういろいろツッコミの時あれついて、もう実況これ取れへんのよ。ペタペタするな。入る。どこへ行く、すいません、はい、どこへ行く、誰の声、どこへ行くは誰の声。ああ、なるほどね。じゃあ宿屋、酒場、武器屋と。アーリーベデルチって何、アリーベルデルチって何や。アリーベデルチ、あ、戻ってくるってこと？ペタペタ、いいか、いちいちうるさいな。一個一個うるさいんよ。じゃあ、まあ宿舎で。宿屋行ってみないと。130G のみずみずしい宿屋でございます。泊まっていかれますか？うん、傘何これ？泊まってん、なんか怪しいな、お前も。うん、でも泊まらんかったらなんか怒られそう。家押したいな。寮って、おい。泊まらんかったら寮ですね。対応変わるな、めちゃくちゃ。どこへ、一回よく止まってみる。うるさいな。一泊 30G のみずみずしい。まあまあまあ、じゃあ止まろうか。ゆっくりと。ありがとう。30G、お金あるんかな、こいつ。お金なんかっていう概念があるん。うん、ありがとう。ありがとう、甘い。感謝ね。ちゃんと出てくれて。どこへ行く、決定の音やめろ。じゃあ、まあ次は酒場行く。酒場。ちょっともう淡々と進めていこう、淡々と。いらっしゃいで、お前も全部しろ。全部マスター、真っ白武器屋の武器は鶴橋が、ああ、いい情報ね。やっぱ RPG なんで一応武器の情報とかいろいろ情報を集めていかないと、まあ、勝てないんで、はいはい、鶴橋が一番強い、うん、それだけかい。お酒飲めへんのここで。じゃあ武器屋うるさ、武器屋の声うるさいって。いらっしゃい。家の素材を使うな。めんどくせえから全品千字選んでくれ。千字高いな結構。やめるときは宿舎が30G円。分かってるよ。じゃあ鶴橋やんな。鶴橋これじゃん。鶴橋これ、あれ、うん、これ、うん、ど選べへんぞこれ。これしか無理。あれ、なんか選べへんで。ビッチークワでいいか。ビッチークワでし、名前よう知ってるなお前。じゃあもうちゃいますね。いい家でこれ右は、あれ右に行ける。あ、いける。これね。鶴橋でいいってことだよね。鶴橋はこれやな。鶴橋でいい。うん、鶴橋でいいね。はい。ワイドワイン。
効果音うるさ。装備しないと意味がないって作者が言って、うん、お前が作者やな。隠してるけどお前やな。売り切れと。まだ買えるってこと？これ他買った方がいいんかな。掛け屋でいいか。掛け屋でいいかって。まあ一応買っとく。お金が足りーへん。足りーへんって。お金が足りーへん。そんな言い方初めて聞いたお前それ。え、じゃあまあ買えへんってことかな。掛け屋。いい家で。まだ戻って、もやしの T シャツを買うな。かぶるな。もやしの T シャツどこで売ってるんやろ、それめっちゃ気になんねんけど。じゃあもう、アーリーベデル、もうこれ言えへん。アーリーベデルチ。これペタペタするな。ペタペタ言うな、ペタペタ。うん、入って。戻っていきました、王様。おだち忘れてたわ。あ、優しいな。そらよ、でよ。おほらよじゃない。戦時もらった。戦時、え、もともと変えたけどなんか。ありがとう。うん、いい言葉や。タップ。もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行こう。もう一回行け。おだちんちょうだい。早う行け。早う行け。早う行け。はい、早う行きます。タッポ。もう一回行こうか、もう一回行こう。気になる、気になる、もう一回行こう。早う行け。あ、はい、すいません、すいませんでした。ジャポ、ジャポって。これ、上とか行けるの？ペタペタ。ペタペタペタ、移動の音がうるさい。ペタペタペタ。何どうしたどうしたどうした、おいどうした、急に行こうと戦う、逃げる、逃げれる。うん、俺セチミの HP632 で MP126 と。でこれ気になるな、敵焼肉で、これ何、ひじきかで、キャベツ、取れたての野菜やな、これバーベキューしてんのか、戦うか。うん、必殺技、防御、魔法はフレイム、はいはいはい、フレイムね。フレイム、はいはいはい、攻撃は P って何？うん、バグったで。バグった。あ、誰に攻撃するかってこと？じゃあ、キャベツいけ。ミスするな。1しか食らう、弱。いっとく、必殺技、一旦。うん、投石いけ。じゃあもうキャベツに集中砲火。うおう、投石。うん、餅みたいな投石出すな。うるさい、うるさい。痛えがうるさい。魔法フレームいこうか。フレーム。うん、ライターやな。めちゃくちゃ強い、ライターめっちゃ強い。3000経験値とお金 300G。うん、弱、敵弱。うん、レベル3、レベル1やと一気に上がるな。レベル2個上がるな。でも行こうか、ペタペタで行こうか。うん、なまめかしい森へ進みますか。なめなめかしい。ちゃんと武器は装備しましたか。あ、それ装備してない。そう、うん、せやな、てん。共感するな。装備どうやってすんの？装備、あ、当たった。オッケーオッケー、装備で。ツルハシ？これ何これ？ミスヘルムって、ミスヘルム、ミスリス。ミスリスアーマー、何これ？これ装備できてるってこと？ん？装備できてるん、これは。うん、回復するな。回復、ちゃんとしてるな、ここら辺も。武器は？ファン、やめろ、ファン。大事なもの特にないと。ファンはやめろ。じゃあ戦いに行くか。ペタペタ。武器は装備しました。はい。はい、装備したんで行きます。100本の音やめろ。待てい、誰？天の声これ。て、神様の声かな？俺の名は、アサミボーイ。勇者め、お前を倒せば、俺は、中間管理職にだってなれるんだ。うん、もう突っ込まへんで、僕も。しんどい。しんどなってきた、これ。アサミボーイって、これ。もう、お前やん。自ら命を散らしに。同じ声で喋るな。愚かな。ビリリリリン。うん。ダサ。戦う BGM ダサいね。行こうか。なんかこっちもでかいな、こいつ。じゃあもう、必殺、魔法が強いんで、もうフレームいけ。これが一番強い、正味。うん、めっちゃ強いね、やっぱり。やばい、これ、やばいか、ハサミボーイ。投石強い？これ、必殺技やけど。お、強い、投石の方が強いね。ハサミボーイはひたすら解いている。うん、ハサミボーイひたすら解くな。と言ってこれ やばいんじゃ、めっちゃ攻撃力高めてるってことやな、多分。もう一回と行こうか、投石で。
PP する、PP でいこう。めちゃくちゃ体力あるけど、今んとこ、うん、弱いな。めちゃくちゃもらえるお金。経験値もめちゃくちゃもらえる。これレベルめっちゃアップするんじゃん。フレイム3は覚えた。俺のミサイルを、何それ、俺のミサイルって何や、気になるな、めちゃくちゃ。あれ家の鍵閉めてきたっけ。うん、ちょっとどんくさい子なんかな、このハサミボーイくんは。どんくさいな、ちょっと。ね、気持ち、音を気持ち悪い声出すな。うん、ベジータのことパクるな。ベジータのやつパクるな、ベジータ、ドラゴンボールの。うん、どここれ。ペタペタペタ、まあ、ここ行こうか。で、ここ行って、ここは何？あー、みんな大好き、魔王城なんか。ちょっとこれ、ピンクっぽいけど大丈夫これ。何これ、ちょっとちょっとあかん ?18 禁かこれちょ。よっしゃ、頑張るぞ。あ、もうちょっと、あ、拾えるんかなこれ。敵か。全部食材なの、先からの敵が。ねえ、焼肉とキャベツとかあったけど、今もうバナナとこれ、牡蠣やな。まあ、魔法全体こうフレーム3気になるからフレーム3いきます。うん、コンロやな、ただの。うん、強いな、確かに、確かに強い、確かに強い。まあ、一回ちょっとアイテムで全回復しようわ。オッケー、パーンパーンって回復してもろて、でまあ、糸怪しげな宝箱、古風やな言い方が、糸怪しげなって。開けます、開けます、はい、ガチャ。うん、もう声もちょっと僕も似てきた。開けますかって。宝箱の中から。おい、モンスターかい。これ何これ。これ何？イカくん？ティッシュかな。俺のミサイル気になるから、ちょっと俺のミサイルやっていいですか。いけ。お前地面強。アルマッタティッシュから哀愁が漂う。アルマッタティッシュ強いな、意外に。じゃ魔法をね、もうフレーム3で燃やしちゃおうか。こいつの声やたら気になんねんけど、うん、結構めっちゃもらえるやん。さっきのボス戦並みにもらってるけど、いいの？究極の一戦、俺の舞、俺の舞ってか、俺系使うな。ダッシュ旅、あ、これあれか、アイテムか。これは使えるわけではない。あー、なるほどね。足を速くする。やっぱできた。言い方、走れや、速いな、めちゃ。めちゃめちゃ速い。ペタペタの声が速い。ペタペタやめろ。ペタペタペタの声やめろ。やめろ、ペタペタ。うん。あれ、動けへんけど。あれ、あと、いい、こういうこと。え、早ない、ちょっと。急に早なったけど、これ。魔王様の腰巾着の実力、解くとアジア。そこをどけ。なんか急に早なった、なんで？足袋履いてるから。そこどけ。うん、早っ。ペタペタするな、ペタペタするな。これはこれ何、これ何、すっごく、あ、マッサージ機ね。全回復した。回復の仕方も全力やな、ほんまに。お前は松岡修造か。魔王に話し、魔王か、魔王。ちょ、待って待って待って、うん、せやな。はい、回復、うん、回復しろ。ペタペタうるさいな。おい、じゃあもう行こう。魔王に話しかけよう。はい。ククク、ここまでたどり着くとは、さすがは勇者というべきか。いや、これ全部一緒なんや、お前。クククの言い方なんかおかしいんよ。魔王、俺の命に変えても、お前だけは絶対に許さない。うん、これ、本人が言ってると思うねんけど、AI みたいに言うな。ロボットみたいに言うな。ククク、この私の強大な力の前に、ひれ伏すがいい。ひれ伏すがいいって、お前おかしい。もう、ねえ、ひれ伏すな、ひれ伏せ。魔王、貴様の存在を俺は認めない。なんだっけ、なんちょっと待って、ちょっと何で海外っぽく喋ってんの。外国人の方っぽく喋ってんの。ククク、貴様を倒し、この世界に破壊と混沌をもたらしてくれ。言い方をなんか訛りというか、この独特な喋り方やめろ。お前は陣内智則か。俺は負けない、勝利を待ってくれているすべての人々のために。ふはは、すべての人間どもは私の。あ、むせるな、おい、席するな。おい、そこはカットして違う録音入れろ。おい、何そこ頑張らんかって、お前。強そう。まあまあまあ、そうやな。
あ、出た、究極の一戦、俺の前行きます、行け、俺とん殴り、え、ちょっと究極の前、究極の前のもう衝撃が強すぎて、なんかもう、え、大丈夫、腹痛いんだけど、どうした強いな、強いし、あの画像何、うん、しかも魔王弱すぎ、てか俺強すぎ、淡々とこれしてくれ、僕強いな、強そう強そう強そう、いけるか、強い強い強い、え、強ない強ない、これ逃げる、逃げ、回復とかできひんのこれ、回復、ええ、急に負ける、急に負けそう、急に負けそうやねんけど、ねんねんコロリ、これは睡眠状態だ、ダメだ、このままお眠していては一方的にやられるだけだ、うん、でも回復してくれるんじゃない、これまさか違う、クソやられるのか、誰か来るってこと、こんなところで誰か来るのかな、え、やられたってこと、え、なんかなくなっちゃったけど、あ、美しい城、やべえ、勇者がピンチっぽいわ、うん、なんでわかんの、見聞色、あ、まさか、応援をもう全員不審者なんよ、お前不審者が全員で応援すな、王様たちのノリがなんかよくわからんけど割とすごい力となり今勇者のもとへと供給される、うん、割とすごい力って、そのやんわりと曖昧な表現するな、うん、みんな大好き勇者で、まあ、回復しようか、あ、回復するってこと、これ、頑張れ、ありがとう、負けるなイエーイ、お前だけちゃうよ、武器、あ、待て待て待て、武器屋のやつだけ違うぞ、イエーイって、いっぱい詰まったラブパワーを、うん、ラブパワーって何、受け取ってか、うん、そのカーって何、カーって何これ、あ、力ってことか、え、え、あ、受け取ってるこれ、すごい、うん、パワーポイントの移動のやつ使うな、エネルギーがオゾーロップに染み渡るぜ、うん、もうしんどなってきた、突っ込む、うん、決め、いけいけ、頑張れ、勇者勇者、俺いけ、憤怒と悲しみの、悲しみの、うん、ダサいね、うん、足のあれの靴べらの入れるやつ使うな、バカな、魔王弱すぎてか、最後のダメージなんやそれ、おい、やられたって、そのやられた時に声出さへんのよ、終わったか、うん、終わったけどね、どこに行くの、俺にはまだ、うん、もう死にかけてなかったけど、死にかけてたけど全回復してたけどね、うん、いいこと言うな、最後に戻ろう、家に戻ろう、魔王完膚なきまでに叩きのめした勇者はエッチラオッチラ魔王城を脱出しました、うん、やっぱりちょっとエッチやったな、ちょっとピンクっぽかったもんね、なんか魔王城がちょっと、その後魔王城はコッパみじんに吹き飛び、なんでまるで、なんで吹き飛んだ、食堂サラダのごとくコッパみじん、例えが全然うまくないんよそれ、うん、全然例えうまくないけどな、そして勇者はキロに着きました、途中コンビニで道草を食ったり、かっこおでん梅、かっこ閉じる、かっこいらん、かっことじはいるな、いらない、かっこの中言うな、来ました、ちなみに勇者はおでんをセール中にしか買わない、ラチーラチーラチーでももう言い方やめろ、そのなんか赤ちゃん言葉みたいな、しかもその勇者のおでんセール中しか買わへんっていう情報はいらんのよ、最後にそんな情報いらんねん、もっとまともな情報をくれ、これで終わりとかやめろよ、美しい城、ああ城でのね、美しい城でのまあ話に転換すると、なんか最後にいい BGM 流してんのやっぱり、貴様のおかげでわしの余生に平和が訪れた、感謝する、全然感動できひんけどな、この音、感動の BGM 流してるけど全然感動できひんのよこっちは、うむだけで済ますな、王様の言葉にうむだけで済ますな、行くのか、うん、行きます、どこに行くの、
どういう、こう勇者との、あ、まあ、世界を転々とする的な感じですか。ああ、俺は自らの使命を果たすだけだ。もうこれ以上同じ過ちを繰り返させないために。うん、まあまあ世界を旅すると。素敵やんってお前さ、島田紳助か。おい、王様実は島田紳助やったの。勇者の戦いは続く、うん、続くのこれ。ほんまにリアルに続くんか。この世界に真の平和が訪れるその日まで、うん、言い方、その何、アフレコ、そのアフレコ終わりってこと。これ続きがあるんか、まさか。うん、2人終わったなこれ絶対。何遊んでんねん。ファイナルありがてえ、みんな。こんなゲームをプレイしてくれて、あれ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 ありがちゅー。おちまい。閉めるな、それで。